先にね進むかどうか迷ったんだけど、まあ、まだいいかなって。ねえ、8画面で厳選できながらもう1体ぐらいやっとこうかなと思ったんで、すごいね葛藤しました。配信つける直前までね、どうしようかなどうしようかなとか思ってね。ということで、まあね、ちょっとやっていきたいと思います。セーブして、ここでね今回はこっちの草むらで狙っていきます。ということで、そこまで進めとけよって話なんですけど、まあそういう固いこと言わずにやっていきましょうよっていう話ですね。ということで、本日の色違い厳選16日目色旅やっていきたいと思いますので、皆さんねよろしくお願いしますということで、月曜の夜から仕事、しゃあない、それはしゃあない、お仕事頑張ってください。大変だ、3連休のバイトがね明日しかないんですよ。でもさ、日曜日3連休の中日にさ、バイトっていうか、まあね、あんまりやる気にならんなとか思いながらね、明日行きますよ、また朝から。俺もちゃんとした技を覚えたい。人権ないですからですから。かあ、まあ嘘でしょ、3分やば、ま、色運おかしすぎ、待ってくれ、マジか、ちょっと待ってよ。しかもこの前さ、これスボミに出たロムだと思うよ多分。やばいやばい、本当にやばい。で、いわくラッキー、ラッキーだね。オッケー。いやー、俺たちの運回線、みんなから吸収してる。もしかして俺はみんなから吸収してるのかもしれない。で、これで、ボール、ヒールボール。俺、スボミヒールボールで捕まえればよかったな。まあいいか。じゃあね、ちょっと、コロボウシ捕まえていきましょうか。さあ、行くぞ。おい、おい、え？捕まえられないじゃないですか。1、2、3、これも来たでしょ。よしということで、お疲れ様でございます。さあ、コロボウシのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。コロボウシ、コオロギポケモン。足が短く、こけそうになるたび硬い触覚が擦れ合って木琴のような音が響く。ということで、ありがとうございます。コロボシ無事捕獲できました。コロボシニックネームつけますか。やばい、何も考えてなかった、何も。よす、早すぎるんだって。だからさ、早すぎるんだって。名前何も考えてなかったな。そう、早漏だな。うん、早漏でいこう。早漏で、男性陣びっくりの速さで出てしまったので、じゃあね、ちょっとこいつの名前は早漏ということでやっていきたいと思います。やばやば、マジでおかしいって、このスピードで出てくんの。さあ、強さ見てみますか。さあ、コロボウシ、無事ね、つかめ、2000年2月9日、わんぱくな性パプちょっともうろれつが回らないわ。わんぱくな性格ということで、ちょっと僕わかんないですけど、脱皮、わかんねえや。いやー、ちょっととんでもないスピードで出てしまったので、どうしよう、わんぱくな早漏ですか。いやー、やっとね、これで居合斬りも使えるようになるんじゃないですか。体でよしろよ、最低で草。安らぎの鈴、すぼみに持たしときましょう。あれ、
夏季進化だっけロゼリア。オッケーオッケー、じゃあ持たしとくわ。いいね、持たしとこうか、色違いのスボミに。ちょっとさね、5体光ってんのにさ、そうよちょうど言ってくれてる、5体も光ってんのに男組何してんだよ本当もちゃんと仕事して、ちょっと男子。よし、じゃあね、ちょっとやっていこうかなと思います。1画面でね、今回。じゃあいきますか。さあ様子が早いって、今捕まえたばっかで進化するの早すぎでしょ。名前に見合ってんだこいつ早い。ドゥルルルルルルーって、ちょっと似てないと思う今回に関しては。さあ進化、待って、進化したけどその技覚えないじゃ意味ないじゃん。ちょっと待ってよ、こいつ11レベルで進化するんだ、それすらも知らなかったからな。じゃあもうちょっとクリロラのワンマンプレイでいきますか今回は。なんかいるやん、ナタネ、ナタネさん、あ、そんな感じの名前やったわ。ちょ話しかけるか。私ナタネ、ここのジムリーダーよ。さっきの挑戦者、スピード感あふれる少年っていうか、おしりくんがね、すぐに挑戦者来るぜって言ってたからワクワクして、このポケモンジムはトレーナー全員に勝たないとジムリーダーと戦えないの。じゃあ奥で待ってるからよろしくね、チャレンダーさん。いやー、ちょっとお尻もだいぶ先走ってるようですね。ということで、まあ倒していきますか。とりあえずクリロナがつつくを覚えてるので、もうゴリ押しでいきますか。それがオース未来のチャンピオンってさっきのスピード感あふれる少年にも言ったけどな、ここのジムリーダーナタネは草タイプの使い手、草タイプのポケモンは炎を嫌ってるぞ。いいな、あと飛行タイプも苦手だな。おっと、それ以前にジムについてのアドバイスだ。ジムのあちこちにいるトレーナー全員を倒さないとジムリーダーに挑戦できない。ちょいと大変だがポケモンを鍛えると思って頑張れよ。ということで、じゃあジム挑戦しますか。さあ勝負やっていきましょう。で、ちょっと待って、今回進化枠多くねえか、ケイシーのやつが。うえー、かわいい、ルクシオかわいいね。これだけ見るとおかしいな、ケイシーはルクシオに進化したっておかしいけど、まあ無事ね進化しましたと。さあナタネやってきましたよ。さあさあさあ、まあ毎回恒例記念撮影といきましょうか。ちょっとスクショするわ。はい、スクショオッケー。はいなんでスクショしてんの毎回。じゃあね、いきますよ。クリロナオッケーで、多分しびれ、なんか回復薬だっけ、ちょっとまた忘れちゃった。あれ、あ、ここか。麻痺直しが2個あるので最悪大丈夫でしょう。ということでよろしく。待ってたよ、私が白帯のジムリーダー、草タイプの使い手ナタネ。さっき見た時あなたは絶対にここまで来る、そう思ったんだけど、ズバリだったよ。なんていうか、そんな雰囲気出してるあなた、うん、とにかくポケモン勝負しようよ。ということでよろしくお願いします。対戦よろしくお願いします、ナタネさん。いいね、めっちゃ久々に戦うわ。しゃ、よろしく。え、お前ナイトル使うの。
オッケー、まあこれで倒してしっかりとねレベルアップを挟んでいくと。オッケー、ソーローも15レベルになった。まあある程度太刀打ちできるでしょうこれで。うわ、ロスレイド、これやばくね、回復ねえぞもう。こいつ25だから改造、あそうなの。うわー、これ S 負けてるべ。うわー痛い、マジでやばいこれ。救助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 、あったらんだよ。オッケー、ナイス、食べた。こいつやばい、これ S 負けてるから。ちょっと待って、最初にディフェンダー使うべきだったか。これ肉壁出すか、肉壁出して回復挟んで。すまん、さくらまな、許してくれ、今日はそれで抜くから許してくれ。神秘的な守り、おナイスナイスナイス、一発耐えれるのでかい。オッケー、これで傷薬挟もう。黄色ゲージってことは、てか回復を一回挟んでくれてるから、ナイス、毒針ナイス。あ、死ぬかい、急所かい、急所に当たるのかい、ルルルルル、急所に当たったかい。ケイシー、いや待って、ソーロを出して、ちょこいつに頑張らさせよう。ちょレベル差だいぶあるけど、こいつの吸血で耐えろ耐えろ、耐えてくれ、耐えろ耐えろ耐えろ、おおおザッパ向くんじゃないよ。草結び、いけ、当てろ当てろ。おうん、俺は君に花を持たせようと思ったんだよ、君に花を持たせようと思ったのにさ、無視するとはどういうこと。2回もね、ちょケイシー出そう、ケイシー出して、まあ、普通に多分耐えてくれるのでその間に回復を挟みます、傷薬で。まあいいや、じゃあ行こう、勝つ。ちょ、あの一匹ちょっとそっぽ向くやつがいるんで、もうこのままクリロナでご了承します。追バム、耐えろ、急所引くな、お願い、急所引かないで、急所引かないでお願い、怖い怖い怖い、危ねえ、余裕じゃねえかよ。いっけー、しやがった。せっかく見せ場作ったのに早漏はねダメでしたけど、オッケーオッケーオッケー、よかった、ナイス、ケイシーよく耐えてくれた、よかったよかった、危ねえ、ふう、強い、あなたとても強いということで、無事勝つことができました、ありがとうございます。改めて言うけど、あなた強いんだ、それを認め、これをお渡しします。ということで、フォレストバッジ、無事もらうことができました。ありがとうございます。しばらくは、ポッタ石以外のポケモンも、言うことを聞いて、一緒に冒険してくれるようになると思いますので、安心してできるかなと思います。ずいぶん早くね、今回、ソーローくん、コロトック、いや、コロ帽子か、出ましたので、よかったですね、本当に。まあこれでもらうもんもらってやっていきましょうかね、プラスで。ここでもらえるのかな、多分。こっちじゃなかった、こっちだね。わしが一番最初に地下通路を掘り始めた、その名も地下ということで、探検セットここでもらえるんだね、忘れてたわ。そうじゃ、お前さんを立派な地下ベンチャーに育ててやろう。どうやチャレンジするか。しません、ごめんなさい、ちょっとあれをハイにしたら何がもらえるか分かりませんけども、とりあえずチャリもらおうか、チャリももらえるべ、わからんけど。お、フォルテシマさん、おやすみなさいと。動画に収めるよ。店長さん、銀河団のビルに行ったきり帰ってこない。あ、そういうこと？なるほどね。じゃあ、銀河団の攻略する？せっかくだから。てかさ、居合斬りってさ、
どこでもらえんの？ちょっと待って、居合斬りってどこでもらえる？ちょっと待って、わかんねえや。